こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回は小野雑はじめさんがですね、私の友達の小野雑さんが半年ぐらい前にね、ピロヤンさんっていう人をね紹介してくださったんですよね。で、紹介の仕方なんですけども、このピロヤンさんがすごいとかなんとかっていうよりもね、いや、こんな動画でもねすごい人気なんだよ、チャンネル登録こんなにあるよ、再生数こんなにあるよっていう風な形で、 YouTube によって何がねヒットするのか本当わかんないよねって話でちょっと盛り上がったわけなんですけども、私なりにこのピロヤンさんを見させていただいて、いろいろ思うのは、やっぱりね、私たちが憧れる存在ってのは、まあ大きく2種類あると思うんですよね。うん、一つはですね、オリンピックの選手になるとか、何かで巨万の富を築くとか、まあ、いわゆるね、ヒーロー伝説とか成功伝説なんですよ。これはやっぱり多くの方が、まあ、求めるところであって、まあ、例えばね、よくある話です、古い話ですけども、ネットビジネスでタワーマンションで暮らしてるとか、フェラーリ買ってるみたいなね、そんなね、絵に描いたような成功モデルがあります。まあ、一定のそこに憧れはありますよね。大きな資産を築いて、自分の好きなビジネスとか、好きな人間関係、好きな食事をしたりとか、楽しんでいる日々っていうのは、それはそれで憧れることだと思います。あと一つはですね、何も持たない暮らしとか、ありのままで生きているとか、全ての拘束から抜け去って、社会の中で生きていながら社会に拘束されてないようなね、そんな風来坊というか風天みたいな暮らしっていうのも憧れの一つではないかなと思うんですよ。要するに、まあ、極端に極めることなんですよね、どちらかに。でもちろんですね、社会的な評価っていうのはそんなに高くはありません。社会的な評価っていうのは人工的に作り上げられた価値観、いわゆるね、向上心であったり、成功であったり、資産であったりとか、仕事であったり、肩書きってものがかかってきます。でもこういうのを全くなくても、いや逆にね、全くない方が自分の思い通りに生きていけるんではないかなというふうなことをね、このピロヤンさんの動画を見てると感じるわけですよ。で、しかもピロヤンさんっていうのは、その巨万の富を築いてるわけではないんですよ。50年働いてきて、今50歳無職と言いますけどね、50歳にして無職暮らしをやりながら、半世紀働いてきてですね、まあ、学校で勉強したりとかっていうのも込みで働いてきて、で一定の貯金額あるんですけども、それがですね1000万前後なんですよ。1000万切ってるかもしれないです、今の時点で。で、毎日何に何千円使ったみたいなの書いてあるわけですよ。そういうふうな、ある意味カウントダウンが始まってくるわけですね。で、そこに自由な暮らしをするときに、自分がピロヤンさんみたいな立場だったら実際どうなるだろう、どんなものを暮らし、どんな暮らしを送ってるんだろうっていうふうな、そういうふうな好奇心や興味もあるんですよね。まあ言ってみれば、男はつらいの寅さんみたいなところにもかかってくるわけですけども、やっぱりこう不安定と自由っていうのが抱き合わせでね、そこにあるのかなと思います。ただ不安定っていうのもそんなに悪い話ではなくって、何が起こるかわからないっていうのは、安定してる暮らしの中でも本当にね、よくあることなんですよね。安定してると思った瞬間、転落があり崩壊があるわけですよ。で、不安定に慣れていくと、不安定が毎日だと特にね、そういったところに驚きはなかったりとか危機感はなかったりするわけなんですけども、これもある意味心の自由なんではないかなと思うわけですよね。さあ、それでピロヤンさんの動画をこう見ているとね、まだこういうところがあります。飾りっ気がないんですよ。要するに、社会に偉そうな評価を下しているわけではないんですよね。ピロヤンさんは、こと自分の暮らしをアウトプット見せてくれてるだけであって、まあ、例えばね、沢尻エリカさんがどうとかね、桜を見る会がどうとかっていうことをやってるわけではないんですよ。ただただ自分の人生を生きている。ただただ自分の人生にフォーカスしている。そういうところが多くの人の心をね、打つんではないかなと。憧れってものを感じさせるんじゃないかなと思いますね。さあ、それでですね、自身の姿を見てみると、大成功者になってるわけでもない、かといってピロヤンさんみたいに自分を生きてるわけでもない、本当にね、中ブラリンのところ、適度に社会に関わって、適度に社会の批判をして、適度に社会に迎合してっていうところがボリュームゾーンなんではないかなと、多くの人がやっているところではないかなと思います。そのボリュームゾーンに自分で選んでおきながら、自分で不満を感じているのが、この我々のね、現代人の正体なんではないかなと思うんですよ。全てのものが自分から発して自分から終わっていくはずの人生に、誰かにやらされているという意識がなかなか抜けなかったり、実際に誰かにやらされていることを認識していたりとか、そういうふうなね、不都合とか自己矛盾を抱えながら、どっかに行きたい、何かをしたい、どこにたどり着くんだろうかと日々悶々とする中で、このピロヤンさんという方は一定の答えを出してくれているのかなと思いますよね。それはですね、ピロヤンさんは確かに無職で今自由に暮らしています。そしてもしかしたら10年後20年後、これを考えると本当に陰鬱な気持ちになるのかもしれませんし、外野から見ててもね、ピロヤンさんこの先大丈夫かなっていうふうに感じちゃうんですよ。それがまさにですね、ピロヤンさんの3年後5年後を見ていたいというね、この癖になる動画の
まあ、秘密なんじゃないかなと思いますよね。まあピラノさんはそこまで考えてやってないと思いますけど、本当に自由に発信してるだけだと思いますけども、まあ、編集とかね BGM の付け方もこう一定のレベルといいますか、スキルといいますかね、なんかすごく見やすくなってますんで、皆さんもちょっとこうご覧になってみてはいかがでしょうか。動画説明欄の方にねピリアンさんの動画っていうのをつけておきますんで、まあ、小野崎さんに紹介された時ははっきり言ってそこまで意識してなかったんですけども、こうねピリアンさんっていうものを取り上げている YouTuber の方結構いらっしゃって、うん、やっぱりね多くの方がネタを探したりとか、自分のネタをこうサムネイルによってねこう劇的に見せたりとかね、いろんな工夫して無理やりアクセスを集めてる中で、ピリアンさんみたいな両肩の力を抜いてね、ふらーりと自然にやってる動画の方が実は人気があって効果が高いっていうのは、まあ皮肉な話だなと思うわけなんですよ。はい、で今回ですね、小野澤さんにご紹介いただいたピリアンさんについて、私なりに初めてこうやってレビューをしてみましたけど、皆さんいかがお感じだったでしょうか。ピリアンさんに憧れながらもなかなかなりきれないところがやっぱりね私自身あると思いますし、多くの方もなんかこんな生き方もいいよねと思いながら、でもっていうね、このでもしかしっていうのが我々の人生には付きまとうわけなんですよ。でもしかし、その後に本音がある、その本音に耳を傾けてはいかがでしょうか。それでは本日は以上です。